それでは今回はケトン体が人類を救う、糖質制限でなぜ健康になるのかについて解説していきたいと思います。ケトン体のポイントを5個解説していきたいと思います。1個目はこの本が書かれた2つの理由について解説していきたいと思います。1つ目は糖尿病で悩んでいる妊婦さんとそのお腹の子を救いたいという思いがあったからです。糖尿病を発症していてその後妊娠された方は妊娠の継続だったり出産を諦めるように医師から言われることがあります。初期の段階で重症の糖尿病であると管理が困難となったり、また生まれる子供に奇形や障害が起こる可能性が生じることがあるためです。しかしこの状態を回避する方法があります。それは糖質を摂りすぎないことです。糖質の摂取をやめることで無事に出産する妊婦さんが増えています。具体的には糖質の摂りすぎをやめてタンパク質、脂質を中心とした食事に変化させて、ブドウ糖を使った代謝からケトン体の代謝に変化させることで体の状態っていうのは劇的に改善されます。ケトン体っていうのは体内の脂肪の分解によって生まれる物質のことです。糖質を制限して血糖値を管理することで楽に安全に出産を迎えることができます。女性の方は糖質の摂りすぎに注意してほしいと思います。2つ目は糖尿病や太っている方、肥満で苦しんでいる人に糖質制限の考え方を伝えたいからです。糖質を制限することによって起こるケトン体代謝の状態が本来の人間の体には適した状態です。著者の方がそのことを分かったのは胎児や新生児、妊婦さんから学んだようです。胎児や新生児、妊婦さんの血液にはケトン体が非常に多く含まれています。お腹の中の赤ちゃんはお母さんが糖質制限をしているしていないに関わらず血中のケトン体濃度がとても高いです。生まれたばかりの赤ちゃんもケトン体の数値が高いです。胎児および赤ちゃんがブドウ糖を使った代謝ではなくてケトン体を使った代謝をしているってことです。これは何を意味するのか。ケトン体の代謝こそが人の本来の代謝であるってことです。ブドウ糖や炭水化物に依存した現代の人々の食生活をしっかりと見直すことです。ケトン体代謝に変えることによってアトピーや認知症、アルツハイマー病、歯周病、アンチエイジングの治療にも役立ってがんの治療にも応用され始めています。ケトン体で生きることは多くの病気に対する予防にもなりますし病気を治すこともできるんで、ぜひこの機会に学んでほしいと思います。2個目、今の栄養学は正しいのか。今の栄養学でよく言われている炭水化物を 60% 摂るという基準は正しいのか考えていきたいと思います。アメリカのジョスリン糖尿病センターの栄養比率の基準は糖質 40%、 タンパク質 30%、 脂肪は 30% です。一方日本の基準っていうのは糖質が 60%、 タンパク質が 20%、 脂肪が 20% です。明らかに糖質を摂りすぎています。最近流行り始めている糖質制限っていうのはタンパク質、脂質を十分に摂るような栄養法のことです。これっていうのはすなわちケトン体を重視した食事法のことです。ケトン体を重視した食事法を摂ることによって今人類が直面している医療の問題っていうのをたくさん解決することができます。専門家は糖質依存の生活が生活習慣病の原因であると指摘しています。アルツハイマー病、認知症の分野でも糖質過多の食生活を原因とする説がたくさん出ています。精神科の領域でもうつ病との関連だったり、歯科領域でも歯周病などとの関連、そしてがんと糖質の関係も研究が始まっています。ピザ、パスタ、ラーメン、パン、うどん、白米を控えることです。摂りすぎている方はこれらの食べ物っていうのをできるだけ控えることをお勧めします。3個目、これからの栄養のあり方についてです。栄養について新しい考え方を提案したいと思います。この基準に沿って食生活をしてほしいと思います。まずは栄養の比率を考えることです。先ほど解説したアメリカの正しい基準っていうのは糖質が40、タンパク質が30、脂肪が30です。日本では糖質が60、タンパク質が20、脂肪は20って言われています。糖尿病だったりとか肥満の方は基準によってこの比率を変えることです。重症度が高くて肥満の方は糖質を 10%、 タンパク質を 45%、 脂肪を 45% にしてください。重症度が中、ちょっと太り気味の方は糖質が20、タンパク質が40、脂肪が40にしてほしいと思います。重症度が低い方、今痩せている方は糖質が30、タンパク質が35、脂肪を35にしてほしいと思います。本当は糖質は減らせば減らすほどいいようです。でもこれぐらいの目安で大丈夫だと思います。メタボの人だったり歯周病の人など今太ってるか太っていないかそれぞれ違うことを前提として比率を変えていってほしいと思います。根本的なポイントっていうのは糖質の量を上げない食生活をしっかりとすることです。タンパク質は魚、肉、卵、大豆でしっかり
イト取ってほしいと思います。脂肪に関しては肉とか魚、チーズにたくさん含まれています。続いて4個目、ケトジェニックな生活の2つの効果について解説していきたいと思います。ケトン体を積極的に利用して生きることが重要です。糖質の制限、脂肪を積極的に取ることでケトン体は上がっていきます。ケトン体を使う生活のことをケトジェニックな生活と言います。ケトン体をメインにして生きること自体が健康と長生きの道です。ケトジェニックな生活をすることによって2つの効果があります。先ほども解説しましたけど、アルツハイマー病や認知症に対する効果があります。また2つ目の効果はがん治療に対する効果です。がんにならない、がんを治すことができます。5個目、ケトン体で生きることの経済効果について解説していきたいと思います。ケトジェニックな生き方っていうのは薬を使わないで様々な病気が治ることで医療費を大きく減らすことができます。今の日本の医療費は40兆円にもなろうとしています。この中で薬剤費が占める割合っていうのは10兆円ぐらいと言われています。糖質の制限をするとメタボの解消から糖尿病などの薬剤費を激減させることができます。またアルツハイマー病や認知症、がん治療にも効果が期待できます。そうすることによって5兆円から10兆円くらいの削減効果があります。食事で多くの病気が治ったら、その削減で生まれたお金をお母さんと子供たちのために日本で使うのがいいと思います。今の日本っていうのは恵まれているように見えますけど、一方では余裕のない生活をしている方もたくさんいます。また経済的な負担などいろんな心配から子供を産まない選択をする人も増えています。子供がたくさん生まれている国フランスでは母子手当が本当に充実していて、たとえ結婚していなくてもお母さんは安心して赤ちゃんを産めます。たくさんの赤ちゃんが生まれる国っていうのは未来が明るい国と言えると思います。不適切な治療をして病気を悪化させて医療費を無駄にするよりも、適切な食事で病気を治して余ったお金で新しい命を育むフォローをした方が日本にとってもいいと思います。それではまとめいきたいと思います。この本が抱えた2つの理由、1つ目は糖尿病で苦しんでいる妊婦さんとそのお腹の子を救いたいからです。糖質の取りすぎをやめることで無事に出産をする妊婦さんが増えています。糖質の摂取をやめてタンパク質、脂質を中心とした食事にすることです。2つ目は糖尿病や肥満で悩んでいる方は糖質制限をしっかりとしてケトン体の代謝の状態にすることです。ケトン体の代謝にすることによってアトピー、認知症、歯周病、アンチエイジング、がんの治療にも役立っています。続いて今の栄養学は正しいのか、糖質 60% っていう基準は正しくないです。取りすぎだと思います。タンパク質や脂質の量を増やすことによって様々な病気を改善することができます。続いてこれからの栄養のあり方です。重症度が高い方は糖質10、タンパク質45、脂肪45、重症度が中の方は糖質が20、タンパク質が40、脂肪が40、重症度が低い方は糖質が30、タンパク質が35、脂肪を35にしてほしいと思います。根本的なポイントっていうのは糖質の量を上げない食生活をしっかりとすることです。ピザ、パスタ、ラーメン、パン、白米を食べ過ぎないことです。魚、肉、チーズ、卵、大豆などをしっかりと摂ってほしいと思います。続いてケトジェニックな生活の2つの効果についてです。1つがアルツハイマー病や認知症に対する効果があります。またがん治療に対する効果もあります。最後はケトン体で生きることの経済効果です。ケトジェニックな生き方をすることによって薬を使わないで様々な病気を治すことができます。糖質の制限をしっかりとすることでメタボの解消、高血圧などの薬剤費を大きく減らすことができます。またアルツハイマー病、認知症、がん治療にも効果が期待できます。この動画を聞いている方がケトン体代謝に変えることによって多くの医療費の削減をすることができます。そして余ったお金を安心して子供が産めない方のためにお金を使うのがいいと思います。今の日本っていうのは糖質の取りすぎで不適切な食事法などが蔓延しています。医療費を無駄にするんではなくて、僕たちは適切な食生活っていうのをしっかりと学んで、糖質の制限をしっかりとして、タンパク質と脂質しっかりと摂ってほしいと思います。シンプルに痩せたい方っていうのは糖質を摂りすぎずに脂肪とかタンパク質をたくさん摂ることです。ケトン体で生きることによって長生きもしますし、健康的な体を作ることができます。この動画を見ていただいて感想、気づき、コメントあればメッセージをお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになります。ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。